今仕事してるのに、今日土曜日でみんなお休みなんです。全部アパートなんですわ。あの一室一室、昔の言うたらもう4畳半一間のアパートに、あのね、あの4畳半に押し入れついて、あのキッチンがついてるっていうちっちゃい部屋、それを全部あの、ね、床を撤去して、ね、あの壁を振り抜いて一個ずつ増えていって。まだもう一つ向こうにも部屋ありますけどね。うん。まああの部屋のまだもう一つ向こうにも部屋あります。ジングリングしてで炒めてでそれにオリーブのソースを入れて入ってでレギュラーのソースをまあそれに入れて一人か二人。まあ、1トンの鍋ですけどもね、火加減見ながらやから、まあ、2時間から4時間ぐらい煮詰めて水分を完全に飛ばしてね、まあ、糖度計で調べて、うん、70度ぐらいまで煮詰めるんですけどね、もう玉ねぎが本当にあの甘くなるまで、にんにくまで甘くなるまで。ね、煮詰めるんですけど、3日か4日で 1年分のルーを、うん、はい、ね、あの香味野菜ペーストを作ってしまいますけどね、はい、だから来年は安くなるかなと思って仕込む量を減らしたらもっと今年高かったからしまったなと思ってね、うん、去年もっとしとけばよかったなと思ってね。洋風のカレーにしてカレー屋にしようって、それがうまい、それこそ毎回そのここでやってたんですけどね、もういろいろ考えてね、一年に一遍野菜がちゃんとした時にやろうということで私考えたんですよ。だからいつでもしてるカレーと違いますね。今は野菜もちゃんとなったから考えてやってますけどね、これもこのカレーにするまで大変でした。土分に凝ってましたよ。
仕事してはるんですけど、土曜日でみんなお休みなんです。あら、なんかしら、こう歩けてるわ。歩かれへんね。なんでやろ。よいしょ。ここ全部作ったまま置いて冷やしてるんです。これちゃんと炊いて、分けて、考え。こんな風にして商売してこんなんです。ここで炊くんですよ。はい。まあ、真っ赤だってな。よいしょ。ちっちゃたいで、いつもその息子が言います。ここにあったんですよ、前から。これ、前からあったメニューですから。こっちの方がみんな美味しいから置いとけって言ったからね。スペシャルはね、4,400円の、ね、昔から同じ値段で置いてるのに、どうしてそのガーシーさん見つけて食べてってくれはったんだ。本当に、この年になってもびっくりしてます。これね、チーズしとったよ、私。そうだけど、チーズ嫌いな人がおいて、これ何や、あ、これ嫌いや、ご飯の、ちょっと耳に入ったから。卵、今は。卵の裏干しです。美味しいもん出そう思ってね。美味しいもん、分かってなかったら売れませんわ、これはね。私、毎日カレー食べてますから。毎日食べてます。だからこんな元気なんです。だから毎日試食してます。そのメニューに書いたの全部私考えましたよ。で毎日ガスの2、3個ちょっと置いてきてますよ。毎日ガスとこの今掃除しとったこれの端切れもちょっとして食べて、そうして毎日食べてます。そうせんとね、でこの子に、じゃあ今日のはちょっとあれやで、ちょっとあれやで、今日美味しかったよ、いつもそうやって報告してます。やっぱり味がちょっとしたことにね、ご飯、やっぱりご飯の上にカツ乗せてカレーかけたら一番美味しいです。これは4番の D。 今の方がね、こんな早できる。4番の D。 ラックを出したほうが立ってる間に、ここやん。いつもお兄ちゃん、ポーカレー。いや、ポーカレーでフォーカレー、ええ、フォーカレー、ちょっと分かんない、ええ、どっち、フォーカレー B に、フォーカレー B に A の感じだっていうか、フォーカレー B に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 、A の感じだっていうか、はい、どっち、
ちゃんと話しよう。2人が10個やで。ということで全部で15個。はい、何本座られた？何枚だから、ね、4番2位に高田所。じゃあ後あげな、そっちに書くんだから、そこ落ちるから、落ちる落ちる。よいしょ、ここにあったよ、ここに。よいしょ、つからつから、もう無理。カンタサンバさんで何が上がってたかな。いいよ、そして入ってない。さっきの人だけの入れや、この無理やわ。7番2つ、カウンター1番の D、はい、で4番、ジャカダラと B、で1番 A と B。はい、はい、ABC とみんなカレーが違うのでね、この人一つ一つの手からよいしょ、これを印に置きます。よいしょ、はい、いきますか。 そこにいたらもうこっちから、はい、どうぞ、そのまま、はい、どうぞ、一つ、はい、みんな違いますが、見てはるように、カウンターさんの一番 B やね。はい、はい、どうぞ。よいしょ、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、お待たせ。よいしょ、またちょっとこれは無理や、よっこしゃ、無理。これ先持ってってください、お願いします。取られないから、はい、と B 先です。と B 一番かな、と B、はい、カウンター1番の B、 あの5番にも B についてます。お肉だけの豚肉のソテーした豆腐カレー。週に1回来られるんです、このお客さん。さっきの人、あのね、今日2回目かな。ちょっとあげらんかと。少ないとしたら。いろんなこと言うねん、カツ乗せてくれたか。カツの、たまちゃんのフォークカレーがあんねん。はい。そうなんですよ。こんなボリュームな、食べたんねん。ああ、週に1回来られてるんです。足から食べたらいい。さっきソースお盛りする。よいしょ、ありがとうございます。先に何だかった。はい、こうしようか。頭、これは乗せてあげようか。いらない、いるやから、いるやろな、いるやからいる。はい、よいしょ、よいしょ、こないして、B の時はこうして、はいよ、これ、ようもたんは、はい、どうぞお願いします。フォークが行きましたよ。カズマさん。はい、これ大盛りですよ。ソース大盛り。大丈夫？切れてちゃうの？これ、ソース大盛り。はい。これ、カツカレー、ビー大盛りやんな。ビーの。おいや。トンカツカレー、ビッシュ。ちょっとカツ丼はタコから持っていく。はいや。
ちょっとこの子、よいしょ、はい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 、大盛りは？これが大盛りちゃうの？なあ、うん、全然大きい。精一杯でしょ。18歳ぐらいからね、ずっともう70歳ぐらいになって来られてるやつ、お客さんね、うん、がもう多数おられるんでね。でだから親子3代でね、まあ来てくれてはるからね、あの息子さんおじいさんって来られてもね、食べられるね、マイルドなカレーなんでね、まあ、辛くもなくってね、そのちょうどいい辛さのカレーですけど、辛くないよ。それがもう長いこと考えた、辛いんです最初はね。だけど、ね、年数凍っておいて置いてますからまろやかです。はい、辛くはないです。子供さんも食べます、お年寄りも。はい、朝からでも食べれるカレー目指してますけどね。あんまり売れるんですわ。それでメニューにね、あるんです。入れられますわ。まあまあ、ほんとたまにはカツカレーかかるけどね、ほぼカツ丼っていう人にね、入れられますけどね。
しょ。よっしゃ。はい、おんぼり。よっしゃ。よっしゃ。目印に卵もするからこれもつけます。よっしゃ。もう一回、もう一回ね、大盛りやから。いいのかな。よいしょ。これは4番の大盛りやな。違うの。違うの。後からの人。あ、せやせや、今一つだけ言うた。これ大盛りやな。よいしょ。どこに座らはった。はい、はい、どうぞ、大盛り。はい、どうぞ。大盛りやがちょっと重たい。よっしゃ、お持ち帰りテイクアウトもこの頃テイクアウト、よっしゃ、よっクラフトの鍋っていう感じかな。
これは部位？牛カツ。牛カツカレー BW スペシャル。これトンカツ部位や。はい。これゲロ？ゲロ。それはカンタさんの、カンタ一番さん。はい、作りますよ、これ、はい、よいしょ、置いといてね、あ、来たか、よいしょ、あ、滑るわカウンター、それでもテーブル行く？よっしゃー、わーすごい、ほら、来ましたよ。どこ行って食べますか？どうぞ。おー、こいしょー、こっちから座ってみて、いつもこうやってはる、はい、よっしゃった。おー、水がない、よっしゃ、はい、どうぞ。私、息子は60、今日誕生日、60歳の、はい、私はもう年来ました、私83、すげえ、はい、ちょっと待って、ちょっと